今およそ7時間半の病院での滞在を終え、安倍総理を乗せた車が安倍総理の自宅に帰ってきました。記者団に体調について問われ、お疲れ様とだけ答えました。私連日お会いします。淡々と職務に専念をしている、全く問題ないと思っています。総理ちょっと休んでもらいたいですね、あの人責任感が強いから、私もね、あの秘書官に休ませてくれって言っても、いくら言っても聞かないんですよ。